皆さんこんにちは、クララモン草野でございます。そして、お一人ずつ自己紹介をよろしいでしょうか。草野和樹です。渋谷圭介です。ゆみです。ミキナです。はい、ということで、ですね、今回皆さんおそらくこのリガチャのレビューをサブネ見てねクリックしていただいたと思うんですけども、今ちょっとアンサンブルのリハーサルが終わった後なんですけども、何とは言わないんですけど、8月30日にこのねメンバーで演奏会をやろうと思っております。19時開演で、場所がティアラ高等。皆さんよかったらその予定を開けていただければと思います。新しいレパートリーを開拓するというコンセプトを持ちつつ、ご重奏ね、いろんな曲をやっていきます。なかなかね、僕がこういうアンサンブルでやるっていうのが、珍しいと思うので、よかったら皆さんクララも、見てくださる方々、東京の方特にね、演奏会足を運んでいただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、本題に入りましょう。今回はですね、こちら、はい、どどん、出ました。石森さんから出ているウッドストーンっていうリガチャードですね、なんと新作が出たということで、少し、試させていただく。そして、いや、このクライアント奏者に5人いるんだから、皆様の感想を知りたいじゃないかということで、ちょっとお付き合いいただいております。なんとさらに、この渡辺さんは、開発に携わられた。はい。はい、ということでですね、詳しい話も聞けるんじゃないかと思っております。ではでは早速行ってみましょう。ではですね、開発のコンセプトなどなどお聞きしたいんですけど、随分このウッドストーンのリガチャ、従来のものとはですね、形が違っていると思うんですけども、何かこうこの形になったっていう経緯など、教えていただいてもよろしいでしょうか。なんか完全に僕石森の石森の人みたいな。いや、まあもともとウッドストーンのリガチャってこれまであったものと、まあ今これデザインは結構似てると思うんですよね、うん、で、一番大きいのはあのリード止めるところのこのプレート、うん、こことこの、まあ、その止める部分の方をこの、なんていうんですか、リード側の方で止めるっていう、いわゆる順締めという形になるんですよね。ですよね。だけど、はい、まあ、このねじ込みというか、うん、これなので、まあ、変わってますよね。一番大きい特徴はやっぱこのネジですよ、うん、次横ですもんね、うん、そうですよね。このネジなんか非常に綺麗なんですけども、先端のところは何なんでしょうか。これあのサックス の, あの押さえるところのボタンと同じ。でこの本体側のここの厚さであるとか素材であるとか、はい、でプレートとかもこの形サイズになるまでに結構何種類も試させていただいて、こちら今本体の素材は、コッパーということで銅で、はい、銅に、これは銀メッキがかかってるやつですね。あ、で今草野くん持ってたやつがニッケルかな、うん、でゴールドとあとコッパー無垢のそのままがあるということですね。まあ、一見したところやっぱりこの特徴的なネジの機構の部分ですよね。こちらがあのすごくこうなんでしょう、斬新な作りというか、ちょっと JLV ですっけ、 JLV みたいな、ちょっとこうリードを押さえる部分が浮いてるような形になるんですけども、うん、ちょっとこう LV どっちが先かかるよりはちょっとしっかりしてるのかななんていう。そうですね、 JLV だからあの4点でこうちっちゃくなるべくあの抑えないみたいな、うんうん、あのコンセプトのリガチャだと思うんですけど、はい、これはだからサイドで、まあ、4点締め、なるほど、うん、になるのかな。なるほどな。見た形はちょっとクランポンっぽいというか、うん、この真ん中に穴が開いてるのはすごく僕は親近感があるんですけど、最近までもうこれを10年間くらい使っていたので。ということで、スペックなどなどのお知らせでございました。ここにあるのは銀メッキ、ニッケル、コッパー、金ということですね。でこちら、一回り大きいバスクラ、今回はですねバスクラの奏者の池谷さんがいらっしゃるので、バスクラのね、リガチャの感想なんかも聞けるんじゃないかなと思います。早速吹いていきましょう。どうしましょう。僕が吹いた方がいいです。僕が吹いた方がいいですかね。今使っているのがこのアイコンリガチャですね。これまあちょっと前の動画で出しましたけども、ネジかのピンクゴールドで、ブラックニッケルのネジがついております。
きます。こんな感じでございます。じゃあ、一番定番そうなので銀メキからいってみたいと思います。すごい止めやすいですよねこれ。うん、なんですよ、ネジのクリアランスとかすごくこう手触りがいいというか、うん、この辺もこだわって作られてるんじゃないかなと思います。いいですね、めっちゃ。僕の感想としては順締めの良さを持ちつつ、こう少しフリーな感じも加えられてるんで、こういいとこ取りな感じがして、なおかつあのウッドストーンさん の, あのコンセプトのこう丸い音みたいなニュアンスがすごく感じられて、これはちょっと正直なところめちゃくちゃ流行るんじゃないかなと思っておりますということで、皆さんにも吹いていただきましょう。池谷さんどうですか、 どれが。私はコパかゴールドが気になってるんですよ。なるほどなるほど、うん、じゃあどっちがいいかな。コッパ、ドー、ムクの方いってみましょうか。はい、じゃあ私はいつもベルさんの皮を使って、普通の普通のドリルいいですか、すいません。おお、やっぱりこう皮もまろやかな。マウスピースの Wi-Fi、 あ、そうなんです、これ Wi-Fi って読むんですよ。 Wi-Fi と Wi-Fi じゃない Wi-Fi じゃない Wi-Fi Wi&Fi さんらしいですけどね。これもなんかハマってて今、あの輪郭がやっぱ、うん、そう、くってきますね、はっきり。すごく吹奏感がもうナチュラルで、もう簡単に音がパンって出ます。発音しやすいです。めちゃめちゃ発音しやすいです。軽いですね、すごく。あ、うん、ミキがかかってないっていうのもあると、うん、それはあると思います。もともとのと銅の特性のちょっとこう柔らかいニュアンスっていうのを感じられる、うんうん、私は結構ポップスなので、うん、その発音と、あとタンギングがやっぱりクラシックの方よりもすごく、なんだろう、こう、あの大事なポイントになってくるんですけど、うんうん、ある意味ドライに嫌い。そうなんですよね、ピッとそういかないと、いう時にこう、あの、そうですね、クラシック的なよりはニュアンスが出やすい、うん、ニュアンスはすごく、そういう意味では、うん、レスポンスが良ければ良いほどいいので、うん、そういう意味ではすごく吹きやすいです、うん、だからやっぱりその最初の試作段階の時から、その息入れた瞬間にポンってなるっていうこの反応速度がもうずば抜けて速い、もう試作の時からもそういうこのやっぱり設計からそうっていうところだったんですね。だから最初の頃は結構だから逆にその速すぎちゃって音が、うん、あの暴れちゃうとか、うん、それこそあの音色的にこうまろやかさじゃなくてよりかなりソリッドになっちゃうみたいなのがあったので、それでこの本体部分ちょっと厚くしてもらったりプレート厚くしてもらったりとかで逆にちょっと重い方向に持ってって今の形になってるっていうことだと。もっとこうパーンって感じだったんです、うんうんうん、すごい。この本体に関しては今までのウッドストーンに随分薄作りだなという、うんうんうん、の印象を受けますけども、プレートの部分はだいぶ厚いです、うん、こう金属が。なんなら本体よりもプレートの方が厚いんじゃないかっていう、うん、そうですね。じゃあ最初これプレートももうちょっとちっちゃいやつとか薄いやつとかいろいろサイズあったんですけど、うん、なるほど。普通に座ってると長くから出る。長いってない。これでいいか。はい。ちょっと待って、そんな全然大丈夫です。全然大丈夫です。もうちょっと前に出てる。はい。すみません。ということで、スリアさんでございます。はい。はい。はい、今使ってらっしゃるのが、ブルズアイ。ブルズアイの、あの、葬儀の。葬儀の逆ジムですね。このチャンネルではおなじみのやつですね。
で、今吹いてるのを行きたいんですけども、今ニッケルとゴールドがまだ吹いてないんですけど、ゴールド行ってみましょうか。やっぱりあの金メッキが、はい、まあ、いろいろ吹いてるとやっぱ金メッキが一番自分的にもしっくりくるというか、うん、まあ、さっきちょっとこうみんなで軽く思想したんですけども、あ、それぞれこうどれがいいとか思うところがあるんですけど、渋谷さんはちょっとゴールドが気になってるみたいな感じですか。もともとその自分のタイプとしてそんなに馬力があるわけではないし、うんうん、結構スタンと響いてくれる方がなるほどいいなっていうところがリガチャーに関して思ってるところが、おお、これは明らかに違いますね。随分違う。あの、もうそれでもブラザイは割とこう反応重視で買ったところもあるけど、これもちろんでも反応はすごく良くて、うん、それこそあの昔ちょっと試作の段階で渡辺さんに行かせていただいた時に、うん、まあその時もでもすごい反応がいいなっていう印象はあったんですけど、今でもこれはその音色感っていうんですか、その音のちょっと広がりみたいなものがすごく多くて、ちょっと正直、うん、買おうかな。かなり気に。いや、でも分かる。音の存在感が急にこう、うん、やっぱりゴールドの特徴でもあるので、うん、やっぱりそう、音量がずっとありましたもんね。はい、そうだね。すごい。本当にゴールドのいいところが、あと反応の良さと。はい、でやっぱこう聞いてて、ゴールドの割にこうカビになりすぎない、こうキンキラキンになりすぎないのは、うん、おそらくこの設計のこう巧みさなのかなって思う。うんうん、じゃあすみません、最後よろしいでしょうか、はい、ニッケルメッキをお願いしてもよろしいでしょうか、はい、これ今普通に使ってるのがその銀、ね、そうですね、はい、銀とニッケルって似てるようで違うんで、うん、こうその違いなんかも分かるようと思います。ここからですね、ニッケルメッキになって、おー、あ、確かに違うなぁという、うん、なんか吹いてる感じとしてニッケルの方がちょっと軽く感じる。聞いててもなんかちょっとそういう感じ、うん、そうですね、軽やかになった感じは、うん、店頭で買えるものがゴールドとシルバーだけになってて、うん、こっち の, そのニッケルとかコパーとかっていうのはあの受注生産なるほど、うん、になってるそうです。なので試走して気に入ってみたら、あのお願いしますジムに注文をして、今1、2ヶ月、3ヶ月とか、おー、人気ですね。すごい。いや、それでもこう買う価値があると思わせてくれるようなリガチャだなと思います。じゃあお待たせしました。スクラ皆さん気になってると思うんですよ。これね、あの全種類あるので全種類ちょっとよろしいでしょうか。はい、今はオノのゴールド、多分バスクラまだゴールドしかないはずなんですけど、にピンクゴールドのレジンにしてます。おー、おしゃれ。すいません、切れてました。言うんだ。言ってました。ゴールドでございます。うん、こんな感じで、ちょっと少しゴリッとする感じかで、抜ける、抜ける、はい、やっぱいいですね。やっぱいいっていうのはさっきこれが一番いいんじゃないかという話になったんですけども、あの やっぱりこれがよく聞こえますね、くっきりする、うん、なのになんかこう柔らかさはちゃんと失われてないので、まあ、もしかしたら自分の吹き方もあるかもしれないですね。割とこうバッて吹かずにもっ、あ、ちょっとまとめる感じ、そうなので、バランスが一番こう取れる、
最後コーパレスポンスの良さそうな感じは聞いて取れる、うん、でも抵抗感は結構一番、うん、なんか私もですけどある感じあるけど音は反応がいいみたいな、ね、まあメッキの構想色がないのでやっぱり言われそうなんですよ、ね、うん、はい、という感じでございました。皆さんどうでしたでしょうか。音の違いなど伝わりましたでしょうか。どうでしょう、皆さん総評としてというか、やっぱり反応がいいというところが、うん、パンチがとてもいいですね。変にビヒャって広がらない反応の良さ、まあ、それは本当にフットストーンの特徴だと思うんですけど、うん、響きが増えるっていう、どの金属の種類でもっていうのはいいところですよね、うんうん、前のフットストーンって割とこう金属の面積がちょっと広くて、うん、ギュッてなるイメージがあったんですけど、それに比べると全部フリーになった。確かに、うん、あ、それ僕も感じましたね。あとだからやっぱりこのプレートとかが、これ今シルバーの方はシルバーのプレートがついてるし、ゴールドにはゴールドのプレートがついてるんですけど、これ多分組み合わせとかができる。ああ、これは自社製作ならではというか、いろいろその自分好みにカスタマイズができるっていうところも、うん、割と今までのそのウッドストーンにはない特徴かな。ウッドストーン、今までのやつだと、まあ、ネジ変えるくらいかなっていうのが、うん、今度はプレートを付け替える楽しさみたいなやつもできるし、これはかなり画期的なんじゃないかなと思います。最初に買うリガチャ何がいい、ちょっと高級なやつ試してみたいよって言ったら、これ候補かなりおすすめだなと思いました。あの変な色がついてないっていうのはいいです、うん、癖がないですね。そう、まともにこう勉強をして育っていけそうだなっていうことを思わせてくれるリガチャだなと思います。バランスがとにかく良いし、僕この見た目が結構このちょっとこうリガチャってこうつけた時の顔みたいなってありますね。こっちから見ると顔みたいながかなりこういい感じなんですよね。かっこいいですね。あ、やっぱいいですよね。おしゃれ、はい、かわいい。正面はすっきりしてるし、うん、後ろはこうちょっとこう自分で見て満足感があるというか上がる感じが、上がる、これは上がる、はい、いいやつを使っていい音が出そうだなと思わせてくれるようなリガチャじゃないかなと思います。ということで、皆さんお付き合いありがとうございました。皆さんお忘れじゃないですか、8月30日19時ティアラ高等から、クラネット50層の演奏会あります。僕出ますし皆さん出ますし、いろんな超絶技巧盛りすぎ楽しみにしていただければと思います。あのチケットなどなどの詳細はですね、またこちらのクラボンチャンネルでお知らせしますので、ぜひこの後注目していただければと思います。ということで今回はウッドストーンの新作リガチャを、ご紹介いたしました。そうだ、こちらのですねミキナさん、はい、実は今度の6月17日にですねアンサンブルのセカンド作品集が発売となります。ここにいる、和樹さんや池谷さんも実はレコーディングに参加していただいておりまして、本当にその他にも、 あのもう素晴らしい方々に参加していただいて、今実は予約、先行予約の受付中期間ですので、それが6月12日までですので、ぜひお早めに、検索してぜひご予約いただければと思います。リンク貼っておきます。ありがとうございます。ということで今回は、お付き合いいただきましてクラブちょっと出張会でここに石森なんですけども、はい、お送りいたしました。ではまた次回のクラブの動画でお会いしましょう。バイバイ。